はい、えー、ボールのまずパスをする時の回転なんですけれども、えー、無回転もしくは逆回転で、えー、ボールを相手に渡します。逆回転こうですね。で、逆回転でボールを相手に渡すことによって、えー、次に取る人が非常に取りやすくなります。逆にまっすぐ回転してしまいますと、途中の次に取る人の前で落ちてしまいますので、えー、できれば無回転もしくは逆回転でパスをすること。 が大切になりますでその時に先ほど説明した手ですね手をしっかり最初は人差し指親指がおでこの方に来て取ってボールを取り終わった後はしっかり相手に向けるっていうことが大変重要になります以上がボールをせ、えー、逆回転にするようなコツになります。 ははいでは実際に2人でオーバーパスをやってもらいますはいお願いしますボールの下に素早く入っておでこの前でセットしますできればどちらの足でもが前でもできるように右足を前でやったら次は左足を前でやります はいでいいですかはい今、えー、ちょっと顔の前でボールを取りすぎているのでもう少しおでこの前ででこの時におでこの前で取ろうと思った時に、えー、上目遣いでしっかり取るようにしますはいじゃもう一回やりましょうしっかりおでこの前ではい さっきの手を意識してください。意識、そうそう、はい。はい。で、今えーボールがきちんと逆回転ができたときは。 しっかり手がこの状態でできているけれども、棒の回転が横に回ったり、ちゃんと回ってないときは、最後にボールを出した手がバラバラになっているので、しっかりまっすぐやります。 はい、もう一回やりましょう。しっかり手を意識、手を意識、ボールの下に素早く入って。前に出します。おでこの前で、おでこの前で。しっかり手最後の親指まで意識します。 であとはこの時なんですけれどもしっかりつま、えー、先は相手に返す方向に向けておへそも同時に。 必ずターゲットの方に向けるように意識します。ボールの下に素早く入って、おでこの前でセット。そうです、そうです。手を意識しましょう、手を。手を意識して、ボールが逆回転になるようにやります。 もう少しおでこの上でとってみましょう。そうです、そうです。はい。そうそう。まずボールの下にまっすぐ入って逆回転で、親指から引き、親指から親指から、親指を押し出す感じ。親指を押し出す感じ。 えー、以上がオーバーパスの基本なんですけれども一番注意していただきたいところはまず、えー、軽く構えてどちらどこにでも動けるような姿勢をとるということと、えー、まず肘が肩より上にあることで手首は必ず肘より上にあることでおでこの前で必ずセットをしますこちらの方をしっかりあの指導者の方は見ていただいたらいいかなと思います。あと手を先ほど言ったように 親指と人差し指を相手の方に向けることによって、えー、逆回転のボールまたは無回転のボールを出しやすくなりますのでそちらの方を必ず意識してやるように注意してください。以上です。